イの様子がおかしい。いつものことじゃんって言いたいけど、確かにちょっと変だった。奇遇だと見て切り刻む。やっはみたい。資料を倒せば開くってことね。イミチ族のアヤとサキを発見、直ちに始末する。遺体はイミチ族研究の携帯として使用する。こいつら何を言ってるんだ。
少なくともレイじゃないみたいだけど。レイ！ねえ、どういうこと？言ってなかったけど、あたしってな、組織で住んでたからさ。イミチ族の景色実験に使った資料兵のテスト、あたしと同じ顔をしたやつが何百体、何千体、何万体、くったらねえのでボコ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 作りやがってさ、いくらでもいるって。そんなのいてもいなくても一緒だよね。でもあたしにだってこんなクソったれな運命を変えられる。変えてみて。本当の私はたった一人で、私以外の私はいらない。レイ、こいつらも。レイのクローンって組織って言ってたけど、さあ、たくもう何を考えているの。まとめて叩き。資料どもより不気味な奴らだった。まさかレイがクローンだなんてね。何か強い気配を感じる。